それでは定刻となりましたので、座長よろしくお願いいたします。それでは時間になりましたので早速始めたいと思います。議事に入ります。まず、本日の議事につきまして事務局から説明をお願いします。本日の資料は資料1から資料8の8点となります。また本日のご出席者につきましては資料1の出席者名簿を持って返させていただきます。それではよろしいですかね。はい。それでは事務局から、説明を、資料に沿ってお願いいたします。はい。それでは引き続き資料のご説明をさせていただきます。資料3に沿ってご説明させていただきます。事務局を務めます宮武と申します。よろしくお願いいたします。本日の議題でございますが、大きく議論のポイント2点ございまして、FCT の位置づけ、等々の役割分担の明確化、その他ということで、英語対応、情報発信等ということでございます。前回の懇談会での出された意見の概要を冒頭お付けしてございます。まず、アウトバウンドについてということで、外国企業の上場促進、海外顧客の獲得につながる魅力的な金融商品の創造等についてご意見を頂戴しております。またデジタライゼーションについてということで、フィンテック企業の活用を促進、フィンテック人材の育成などについてもご意見を頂戴してございます。本日の論点でございますが、この間整理をいただきまして、左上にございますように、丸1から丸6の論点に沿って議論を進めていただいております。また右上にありますように、最優先分野として分野を定めまして、議論を進めてきていただいております。本日はこれまでの議論の中で積み残されております丸5、丸6ですね、ピンク色の FCT の位置づけ役割分担の明確化とブルーのその他という部分についてご議論を頂戴したいと考えております。まず FCT の位置づけ役割分担の明確化についてでございます。 FCT フィンシティ東京につきましては日本初の官民連携金融プロモーション組織として2019年の4月に設立をされました。座長の中洲様に代表理事と会長を務めていただいております。現在会員数は一番下にございますように45社ということでございます。 FCT の概要でございます。中ほどの青い囲みをご覧願います。主な活動分野といたしまして、まず国内外での情報発信を行いまして、課題やニーズを吸い上げまして政策提言を行うと、加えまして関係機関との連携推進、海外金融機関等との誘致などを主に行っております。 FCT の中長期的な対応の方向性でございます。中ほどの円をご覧願います。インベストメントバリューチェーンの機能発揮を通じた資金循環の推進、産業分野の DX 推進を通じたサプライチェーンの強靭化、脱炭素社会の実現に向けたサステナブルファイナンスの推進などを進めております。で、昨年度末に中期事業計画というのを策定してございます。ただいま申し上げました ① から ③ の取り組みに加えまして、基礎的なインフラとして税制でありますとか環境整備などについて調査提言などを行います。これらの4つの取り組みを通じましてグローバルな市場利用者から選ばれる国際金融都市となるための基盤づくりに取り組んでいくこととしております。こうした FCT の位置づけでございますが、現構想においては明確な記載がなされておりません。そこで今回の構想改定における FCT の位置づけ案でございますが、国際金融都市東京の実現に向けて民間の知見ノウハウを生かし貢献する、また都と共同するパートナーと位置づけることを考えてございます。また役割分担の基本的な考え方でございますが、民間が知見とノウハウを有する事業については FCT が中心となって推進、また政策の策定並びに市場機能の保管などについては都が実施というような形で、それぞれの強みを生かして役割分担を行いながらパートナーとして連携共同を進めていきたいと考えてございます。ポイント6、その他の議題3点ございますが、まず冒頭英語化対応の課題でございます。金融ライセンスの取得時、香港やシンガポール等では英語対応が可能でございますが、日本でも一定の条件を満たす事業者については可能となってございます。本年1月に内閣府令の改正施行等が行われまして、英語による登録申請の受付が開始されました。その新しい取り組みに基づきまして、第1号登録案件として4月にはイギリスの資産運用業者の登録手続きが完了したというプレス発表がなされております。またライセンス取得後の監督官庁中央銀行への報告でございますが、こちらにつきましても一部書類を除き英語対応が可能となってございます。
また金融保険関係法令の英訳の状況でございます。約300あります金融関係法令でございますが、英訳開示があるのは現状では99件となってございます。またライセンス取得手続きにかかる支援といたしまして、東京都として英語解説書を作成し、大使館等に情報提供を行っております。こちらの解説書につきましては平成29年9月に本日参加の鈴木委員にも多大なお力添えをいただきまして策定をしたところでございます。その後の国際金融を取り巻く環境の変化などを踏まえまして今般改訂版を作成してございます。改訂のポイント下にございますが、主なポイントといたしましては、これまで資産運用業者を中心とした記載でございましたが、フィンテック企業に関する金融ライセンスについても新たに記載を加えてございます。次は企業における英文開示対応状況のグラフでございます。上半分が時価総額基準、下が社数基準ということで、適時開示資料並びに株主総会招集通知の英文開示の実施率をお示ししてございます。時価総額基準で見ると7割から9割ぐらいの会社がですね、対応できているということでございます。これ社数ベースで見てみますと少し状況が異なってまいりまして、一番左側の有価証券報告書につきましては、当初一部上場企業で英文開示が対応できているのが 8.6%、 トピックス500に限っても 22.5% ということでございまして、このあたりは社数ベースで見るとさらなる進展の余地があるというふうに考えてございます。で、英語化対応の参考情報として AI 翻訳技術の水準についてお示しをしてございます。この間ニューラル機械翻訳の技術開発が進んでおりまして、右側にブルースコアというのをお示ししてございます。2018年に35まで上昇しているということでございまして、30を超えますと理解できる適度な品質の翻訳が可能という状況でございます。こうした技術を活用いたしまして、我が国の金融機関においてもカスタマーサービス書類の解析等において AI 翻訳の導入が進みつつありという状況をお示ししてございます。またこちらにつきまして外国人診療対応の医療機関の数でございますが、現在都内には約400近く存在するというデータをお示ししてございます。加えまして東京に一定の要件を満たすインターナショナルスクールが44校存在をしてございます。でこのうち東京都認可の学校は14校、認可外が30校でございますが、44校中31校につきましてはバカラレア等の国際的な教育機関の認定を取得しております。その他の2点目のお議題、情報発信についてでございます。 FCT を中心として海外向けの情報発信を行っておりますが、上の加工にありますように海外向けの情報発信、令和元年度につきましては国外で7件の国外フォーラムを実施してございます。昨年度令和2年度につきましてはコロナ対応ということでオンライン等の開催という形で実施をしてございます。また FCT のほかにもジャイアム、フィンテック協会、ヒノラブ等の民間企業においても資産運用事業者やフィンテック企業に関する情報発信が実施されてございます。またジトロにおきましてはこれは金融に限った話ではございませんが、日本進出に向けたガイドブックの作成、ウェビナーの開催、日本進出企業の事例紹介、プロモーション動画の作成などを取り組んでいただいております。また都と国が共同で運営する東京開業ワンストップセンターでございますが、こちらにおきましては定款の認証でありますとか登記、税金関係の手続き、在留資格の認定等の手続きをワンストップで実施をしてございます。この中で東京都としては図にあります、図に緑でお示ししておりますようにビジネスコンシェルジュ東京というものを運営してございます。こちらのビジネスコンシェルジュ東京におきましては、ビジネス支援に加えまして、生活支援についても一体的に支援を申し上げております。ビジネス支援の中には、金融に特化した金融ワンストップ支援サービスという機能も持たせてございます。また、昨年秋でございますが、香港にビジネスコンシェルジュ東京のアジア出張所ということで、海外窓口を設置してございます。海外企業向けの海外金融事業者の誘致につきましては、東京都都庁で実施しております金融ワンストップ支援サービスと金融庁の拠点開設サポートオフィス連携を取りながら誘致について取り組んでいるというところでございます。
でこちら海外の情報でございますが、現在、東京都も国もさまざまな施策を取り組んでおりますが、それぞれの機関がどのようなところを、どのような施策を実施しているのか、なかなかワンストップで把握することが難しいという声をいただいております。参考として右側にお示ししたのがシンガポール政府の取り組みでございます。外国の企業とかですね、投資家が必要な情報をワンストップで取得できるウェブサイトを構築して運営しているということでございます。その他の最後の論点が金融教育でございます。東京都はサステナブルファイナンスウィークにおきまして、ご覧のとおり、さまざまな都民向けの金融セミナー等を実施してございます。また一番下の段にありますように、東京都暮らしウェブということで、消費者教育という観点からさまざまなコンテンツの作成も実施してございます。また国においても学生社会人を対象としてさまざまな取り組みがなされております。赤字でお示ししておりますのは、文科省において学習指導要領の改定が行われまして、2022年の4月からは金融教育が高校で行われるということをお示ししてございます。また全銀協、日商協さんをはじめといたしまして、各種業界団体においても講師派遣、就業体験とかですね、さまざまな市民向けの金融教育がなされてございます。こうしたさまざまな取り組みがありますが、日本国民の金融リテラシーは調査によりますと欧米と比較すると低い水準にあると言われております。左側の表でございますが、米国との比較でございます。金融知識に自信のある人の割合、金融教育を受けて学校で受けた人の割合ともにアメリカに比べて低い数字が出ております。また別の調査でございますが、投資未経験者の割合が3分の2を超えているということでございまして、グラフには株式投資、投資信託、外貨預金等を示ししてございますが、いずれも投資したことがないということが方が3分の2を超えているという状況でございます。また別の調査でございますが、左側のところをご覧願います。企業勤務者の投資経験でございます。企業型確定拠出年金の投資経験並びに個人としての投資経験ともにないという方が企業勤務者の中でも 45% ということでございます。その投資を検討したことがない理由の一番大きな理由が、十分な知識がないという回答が一番多くなってございます。ここまでのファクトを踏まえまして、本日の議論のポイントでございます。本日の議論のポイントをこちらにお示ししてございますが、それぞれ個別に見てまいります。重点分野はどのように位置づけるかということでございますが、まず FCT の位置づけの明確化でございます。改定後の構想においてはっきりと明確化すべきではないかと、役割分担に対関する基本的な考え方についても構想改定の中で明確化していくべきではないかということでございます。次は手続きの英語化促進、日本語情報の英語化の促進でございます。ライセンス取得等におきまして、英語での相談体制の一層の強化、英語で提出可能な書類の範囲の拡大などに取り組むべきではないか、また AI 等の技術を活用いたしまして英語解除を促進していくべきではないかということが考えられます。続きまして、情報収集相談可能な環境の一層の充実でございますが、人員体制の強化、情報サービス内容のさらなる充実など、ワンストップ拠点のさらなる拡充を図るべきではないかと、またどこに必要な情報が存在するかを検索できるようなポータルオンラインサイトの整備が必要じゃないかというようなことが考えられます。続いて FCT による情報発信の一層の強化でございます。情報発信の効果の測定、情報発信対象者のフォローなどを含めまして、さらなる支援を行うべきではないかということが考えられます。最後が都民の金融リテラシーの向上でございます。NISA、IDECO、資産運用に対する個人の関心度や知識の向上に向けて、金融リテラシー教育に取り組むべきだろうというような論点が考えられます。で、最後は次回5回の会議に向けた KPI の基本的な考え方についてご説明申し上げます。まずは国際金融都市東京構想推進に係る総合的な KPI として、東京の持続的成長に貢献する東京の稼ぐ力の強化に向けた成長戦略として、国際金融都市の実現を推進するという意味で、例えばでございますが、経済的な波及効果として、例えば GDP の押し上げ効果のような形で総合的な KPI を候補として検討したらどうかと、さらにそこにぶら下がるものとして各分野にかかる個別の KPI として、A から E に掲げてございますが、グリーンファイナンスマーケットの拡大、資産運用、フィンテック事業者の増加、東京市場の上場促進、デジタル化の促進等々、個別の KPI についても検討を進めるべきではないかと、
というふうなことでございます。こちらにつきましては次回の会議でお示しをしたいと思います。資料の説明については以上でございます。はい、ありがとうございました。それではこれからあとは意見交換に移りたいと思います。今回のテーマは説明がありましたようにフィンシティ東京の位置づけと党との役割分担の明確化が一つ、それからもう一つはその他英語化対応情報発信などでございます。これらの2つの点につきまして具体的な施策につきましてご期待のないご意見を頂戴したいと思っております。それではですね、名簿順にお一人8分程度でご発言をいただきたいと思いますが、本日は加藤委員が所要により中東退席ということで伺っておりますので最初にご発言をいただきたいと思います。なおですね、資料を事前にご提出をいただいております委員でご発言の際に資料を参照されます場合はディスプレイに表示をいたしますので資料のページ番号を示しをいただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速議事に入りたいと思いますが、まずそれでは加藤委員からお願いをいたします。恐れ入ります。ご発言される方以外はミュートにしていただくようにお願い申し上げます。加藤でございます。よろしくお願いいたします。本日、申し訳ありません。この後大学の講義が入っておりまして半過ぎには、退出させていただかなくてはいけません。先に発言させていただきます。よろしくお願いいたします。では、懇談会メモ、ということで、本日与えられました、テーマにつきまして、いくつかご意見差し上げたいと思います。ページをめくっていただいて、はい、まず最初に FCT の位置づけ役割分担明確化ということでございます。ただ最初に一言申し上げておきますと私必ずしも FCT の、そのこれまでの、活動役割について十分 120% 理解しているというような立場のものではございませんので、若干この誤解があるかもしれませんのでその点はご容赦いただければと思います。ここで2つ、ポイントを挙げさせていただいております。1つグリーンファイナンス市場拡大への対応ということで東京都 FCT の独自性を考慮して活動テーマを絞ると書きましたのは、私がちょっと気になったのが、その金融庁や環境省などもグリーンファイナンス市場拡大に向けてさまざまな施策や研究会を多く今立ち上げております。私もいくつかに参加しておりますけれども、基準作りなどにも動いておりますのでこういったところとどう差別化した活動をするのかというところが若干気になっていうところでございます。従いまして東京都というところで独自性を出された方がいいのかなと感じた次第でございます。例えばロンドン、ニューヨーク、シンガポール等の世界の主要都市との共同プロジェクトを立ち上げていく、例えばフィンテック企業などは特に各都市に集中しておりますのでそのフィンテックの交流などが非常に効果的なことではないかと考えております。2つ目、資産運用、フィンテック事業者の増加、ということに関してでございますけれども、ここでは、ビジネスプロモーションに注力する、特にビジネスプロモーションに注力する、といったことが、いいのかなと思っています。実は私は今2つの、フィンテック企業の、顧問、社外取締役等を、務めておりますけれども、実はその新しいビジネスってどういうふうに生まれてくるのかというとたまたま、どこかの会議で会った人から話を聞いたとかですね知り合いの関係で紹介されたとかですねそういうその口コミが圧倒的に多いんですね。ですからそういうその機会を作ってビジネスのプロモーションにつなげるということが極めて重要だと思っております。従いましてそこに書いてございますけれどもフィンテック企業間の情報交換新規共同事業推進資金調達のサポート等、具体的な案件でその各フィンテック企業を、プロモーションするサポートをするあるいは海外フィンテック企業であれば国内ビジネス参入機会のご紹介ということでこれも具体的に、提案を差し上げる、あるいは大手あるいは地域金融機関とフィンテックの協業っていうのは最近増えております。私は関係しているところも最近ある
地銀さんとある協議を始めてるんですけども、これもたまたまこう知り合ったという関係でスタートしてたりしますので、こういったものを、ある程度システマティックに紹介する、あるいは大手がフィンテック企業を買収したいという話もよく出てきますので、こういったことを具体的に紹介するといったそのビジネスプロモーションに注力するということが重要ではないかと思います。ページをめくっていただきまして、その他、英語化情報発信金融教育の強化ということで、特に、情報発信金融教育について、お話を申し上げますと、やはりSNS を利用した情報発信金融教育の強化がやはり重要ではないかと考えております。今テレワークで若者が自宅で、お金と時間を余してですね、投資を始めているという機会が非常に増えているようでございます。で、若者は何を見るのかというと、基本的には YouTube あるいは TikTok といった SNS を見るということでございます。ということで YouTube、TikTok 等を使った情報発信あるいは金融教育を強化していくということが重要ではないかと思います。例えば GPIF もですね、あと2分半の ESG 解説の、YouTube 動画をアップしております。これ大変洒落てて、言葉がなくて動画だけで洒落た音楽が背景に流れているような YouTube をアップして、ESG を解説しようということなんですけど、ただ残念ながらですね、先ほど私直近のアクセス回数を見たら、たかなか4500回という、非常に厳しい状況だったので、ここはちょっと工夫がいるんだろうかと思いますけども、SNS の、徹底的な利用が重要だろうと。それから、それと近いんですけども、スマホのゲームとか、漫画とか、アイドルの利用、といったことも、ついでに、重要かなと。特にゲームなどは実経験感が得られて、効果的ではないかと思います。これもいろんな人生ゲームとかですね、ちょっと近いようなゲームもあるんですけども、投資に関係するようなゲームがいいんではないか。ただこれはなかなか作るの大変なので、どうやってインセンティブを与えるかですけれども、例えば東京金融庁などを利用したインセンティブを付与することなども一案ではないかと思いました。ページをめくっていただきました。最後KPI ということで、KPI につきましては参考資料でいろいろ指摘されておりますので、ここではそこで指摘されたないものについて、ちょっといくつか提案させていただきたい。一つはグリーンファイナンスマーケットですけども、これある意味で言うと、最終的な目的は、例えばその企業の、炭素の排出量の削減ということになるであろうとかと思います。菅総理の新しいカーボンニュートラル政策も出てますので、例えば東京に本社のある企業の排出している炭素削減量の平均値を毎年これをモニターして KPI にしていくと。そうしますと、どこが足らないかということも非常によく分かってきまして、最終的にファイナンスでどこをサポートしていくのかと、ということにもなるんではないかと思います。二つ目が、資産運用フィンテック事業者の、増加、ということに関して言えばですね、フィンテックそのものだけではなくですね、例えば評価機関、データベース会社、データセンター、法律事務所などですね、サポートする事業者も対象に含めて、このサポート業の増加も試みると。で、特にやはり日本人はなかなか運用ビジネスとかですね、その証券ビジネス、なかなか欧米の人たちに比べてどうしてもやっぱり得意でないところがある一方で、サポートビジネスは非常に得意で、その精緻さから信頼度も非常に高いということもありますので、こういったビジネスのカウントをしていくということもいいんではないか。それから最後は上半身金融教育では、先ほどの SNS やゲームの場合はそのダウンロード数などがいいのではないかと思います。以上でございます。どうもありがとうございました。はい、加藤委員ありがとうございました。それでは続きまして、市川委員お願いいたします。市川先生、マイクをオンにお願いいたします。失礼しました。聞こえてますか？大丈夫ですか？はい、聞こえております。はい、今日の話を伺ってみ、ちょっと資料を説明する前に3つのちょっと話があったと思いますので、その英語化と、情報発信と金融教育なんですけども、英語化はかなり確かに進んできてるってことと、いろんなご努力が見えるんですけども、こういうの見てると一体それ、
これ、どのくらいまで英語化するのかという、その英語化することの必要性というか、その効果が、あの難しいかもしれないけど、どこかで決めないと、全部英語化するのかどうか、そのあたりの目標がちょっと見えたらなと思ってました。で、まあ、最終的にはこれ、なんかその日本政府で募集するときは、日本語でも OK、英語でも OK っていうことにしない限り無理なんじゃないかなと。でこれから中国が進んでくると必ずそうし始めると思うので、今あるものを英語化に変える、英語に変えるという努力も当然なんだけども、最終的に英語でそれを受けられるかどうかというようなことを得るんではないかというちょっと印象を感じました。で、まあ、それに関連したインターナショナルスクールはちょっと後で説明しますけど、東京都認可とかいうのがあるので、ちょっとその辺よく分かんないんだけど、まあ、ちょっとこのことは後で資料を使って説明します。で、2つ目 の、 情報発信なんですけども、まあ、有名なシンガポールのワンストップ窓口があるということで、まあ、真似したのが、まあ、ジェトロが始めたわけですけども、まあ、シンガポールとはだいぶ状況が違うことをみんな知っていて、でこれどこまで行けるのか、どこまで可能なのか、でちょっとこれからの東京を含んだ日本全体 の、 その認可の仕組みと関連するので、これは窓口で作るだけでおそらく進まなくて、その背後にあるいくつかの、その何ていうかバリアをクリアすることがあるんじゃないかと思っていて、まあ、それは何なのかをちょっとできればぜひ詳しくやっていただくといいと思います。で、最後の金融教育なんですが、まあ、なんとなくこの引っかかってて、金融教育の教育に引っかかっていて、金融なんて金儲かればすぐにやるわけじゃないですか。これ教育なのかどうかというか、その日本人のまあ体質もありますけども、そもそもそのお金に対する考え方が根底にあって、それがアメリカとは違うとかですね、そういうことがあるので、教育なのかどうか、まあ教育というのはもうちょっと大きいところで、どうすれば日本人が金を使うのかっていう話がセットであった方がいいんじゃないかなというちょっと印象は持ってます。教育だけやっても結果出ないのかなという気がしております。で、ちょっとあくまでもすみません、伺ったことの感想でございます。で、今日はまあ私はですね、まあ、金融専門家というよりも都市専門家なので、この国際金融都市として、都市が持つべきバックアップ力は何かということに、まあ、論点を置いてますので、今日はその中で、今日ご説明ありましたけど、インターナショナルスクールについて説明したいと思います。で、今日ご紹介するのは、まあ、世界都市ランキングっていう GPCI っていうのをやってますが、実は5年に一遍ですね、都市ランキングもやっていて、これは GPICI というのをやっていて、今日その中の資料をご説明します。次お願いします。で、これはその GPICI で扱っているインディケーターが全部15あって、で対象は主要都市の都心5キロからと都心10キロからの2種類のエリアでの、まあ、こういったいくつかの施設の整備の状況を見ているという作業をしています。ですから、まあ一番が超高層のビルがあるかどうか、一番下が空港までなんですけど、この中の、8番にインターナショナルスクールあります。で、これからちょっとご紹介したいと思います。次お願いいたします。で、これはですね、東京の10キロ圏におけるインターナショナルスクールの分布です。さっき、人局の資料は区別であったり、東京全体でしたけども、これはあくまでも10キロ圏で主要都市を比較しようという作業ですので、やってみると、現在これ東京には、この10キロ圏に20の、インタースクールがあります。で、難しいのはこれ、いろんなソースがあって、その ISS とか COIS とか、あとバカロレアとかあるんですけど、まあ、略称はちょっと右側のやつはですね、一番右の ISS っていうのが、インターナショナルスクールサーチというやつを使ってます。それから次のその COIS っていうのは、カウンシルオブインターナショナルスクールですね。最後の、IBO っていうのが、これはバカロレアですね、の基準に通ってる学校っていうんで、この基準でやると、この10キロ圏には東京は、20校あります。ただし、今日の、事務局の資料はですね、その東京都認可かどうかっていう違う切り口があって、東京都全体で44校のうち、東京都認可っていうのが14校だと言ってました。で、この10キロ圏の中で見ると、今、こちらがピックアップで20のうち、東京都認可は7校しかないです。ですから、東京都認可って何なのか分かんないんだけども、東京都認可なるものが、どのくらい重要なのか、それがちょっと分からないので、
そこから先は分からないんですけども、少なくとも、まあ、こちらの基準であると、10キロ圏には20個ありますよということが分かったというご紹介です。で、次、開けていただけますか。で、次のページが香港とシンガポールです。で、香港はこれ、圧倒的に多くてですね、まあ、そもそも英語をかなり使った国なので、相当数が多くてですね、まあ、30個しちゃうぐらい。で、あとはまあ、その、ESF というイングリッシュスクールファンデーションというのも拾ってますので、まあ、これは数が圧倒的に多いんですけど、まあ、要はその指定の英語教育をどうするかというテーマですから、じゃあ合ってるものがあるかどうかというのがあると香港は非常に多いと。で、同じように右見ていただくとシンガポールもかなり多いです。もちろん全員が英語しゃべってませんけど、かなり分英語ですから、それなりの分布は多いということで、アジアの中ではこれ香港とシンガポールは圧倒的に多いんですね。で、次見ていただきますと、まあ、東京のライバルと考えられている都市なんですけども、これはどうかということで、次のページ見ていただきますとですね、上海とソウルです。それで、まあ、上海はですね、まあ、今日の東京の資料でも東京全体で44個あると言ってますから、広げればもっと多いかもしれませんけど、まあ、今回の金融都市に関わる、まあ、そのいわゆる投資家も含めたグループとその家族は、比較的都心居住が多かろうと考えると、やっぱり都心10キロ圏というのは大きい指標と思います。そうすると、上海は東京にちょっと劣ってやや似てます。ですから、おそらくこの先、東京と上海、ともにあんまり英語を使っていない都市なので、このあたりがやっぱり勝負なのかなという、ちょっとこのデータを見る限り感じます。で、右、ソウルで、ソウルはまあ非常に少ないんですが、まあ、ここはちょっと難しくて、まあ、一番その都市のど真ん中に米軍基地があったりして、そこにはまあ、ヨンサンインターナショナルスクールっていうのがあるので、まあ、そういうのもあるんだけど、やっぱり数から言うと、やっぱり今、東京と上海がなんとなく、競ってるのかなと、まあ、そういう印象がありましたんで、まあ、そもそもインターナショナルスクールはどういうことがあればいいのかっていうこと、東京との認可もありますけど、それがどういう形で増えればいいのか、で、最終的にはこれから東京が金融都市になったときに、どのくらいの数があればいいのか。これはさっき言った英語か、初めのそのどこまで英語にするのかとっても似ててですね、そういう意味ではそれがまあこれからも課題になるかなということで、とりあえずまずその主要都市の比較をするところだったというご報告でございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。大変興味深い中身でしたが、認可、東京都の認可という話がありましたが、事務局の方、これ、すぐに答えることができますか。はい、東京都の認可につきましてはですね、各種学校という形で認可を行いますと、運営費等の補助金が確か支給されるということだったと記憶してございます。ただその市川先生おっしゃるように、認可か認可じゃないかというよりもですね、国際的なレベルの高い質の部分で認定を受けているかどうかというところが大事だというような意見は、外国人の方、関係者とのヒアリングからいただいているところでございます。どうぞ。ありがとうございました。はい、それでは続けます。続きましては鈴木委員お願いいたします。鈴木でございます。よろしくお願いいたします。まず今日 のテーマのところで、FCT の、 その位置づけ、役割、東京都との役割分担というところなんですけれども、事務局のご説明にありました通り、この民間の知見ノウハウを生かし貢献というところが非常に重要かと思ってまして、と申しますのは、FCT では全会員を集めたその定例のミーティングというのを定期的に行っておりまして、その中でいろいろな意見を交換ができる形になっております。金融機関だけではなくて、周辺の事業者さんもご参加いただいて、いろいろな議論がされているので、そういったところから出てきた現場に近いご意見というのを、国際金融都市東京の実現に向けたところで、活用していけと良いのではないかなと思っております。それから、英語化の対応のところなんですけれども、ちょっと一点申し上げたいのが、法令の翻訳なんですけれども、確かにですね、法令翻訳近日にすごく増えてきて、やって作成していただいていて、大変私も本業のところで大変たくさん
助かっているのですが、よく見てみますとですね、法令のその改正に追いついてないというところ、法令も多々ございまして、また金融関係の法令につきましては、会の法令ですね、については、まだ翻訳が出て、そもそも翻訳が出ていないとかですね、まだまだその拡充する余地がございますので、そこは一つ申し上げておきたいなと思っております。でそしてそういったところをその法翻訳を迅速的に対応するためにはですね、やはり今日もご説明、事務局ご説明ありました AI 翻訳の開発といったところは本当に日本としてはですね、もう言語が障壁で、国際的なところで優位性に欠け、まあ、今日これからお話しする国際仲裁もそうなんですけれども、日本がせっかくいいその内コンテンツを持っているのに、言語が障壁で進めてられていないっていうようなところが多いと思いますので、そういう意味でその AI 翻訳の開発活用といったところに、ぜひ行政の方でも注力していただけたらと思っております。では今日ちょっと私の方で中心的にお話しした国際仲裁のお話をさせていただきたいと思います。次のページをお願いいたします。今日は今まであまり論点として出ていなかった国際仲裁のお話をさせていただきたいんですが、あまりご存じない方もおられると思いますので、基本的なところからご説明いたします。国際仲裁とは、国際的な商取引をめぐる紛争について当事者が第三者である仲裁人を選び、紛争解決をその仲裁人の判断に任せる仕組みのことを言います。災害進出している企業が直面する法的な紛争に的確に対応して、国内外の経済成長を支える上で重要な司法インフラであると言えます。金融関係紛争については、伝統的には裁判所による紛争解決が利用されていましたが、まあ、近所紛争も増えておりますし、近年の国際紛争においては仲裁も広く利用されています。国際仲裁には訴訟と比べたメリットがいくつかございまして、まあ、例えばですね、この仲裁の紛争解決の結果がですね、他の国で執行できるかというのが重大な論点の一つなんですけれども、まあ、この多国籍間の条約の整備によって外国での執行が容易とされています。手続きは原則非公開ですので、企業秘密も守られます。3点目に、専門的中立的な仲裁人を選べることも、特に金融分野のような専門的な分野については重要なメリットでございます。それからちょっとこちらに書かなかったんですけど、あと手続きはですね、通常一審で終了しますので、裁判に比べても迅速に終わります。またこの4点目の特に新興国とかでですね、公平公正な法的な法に基づく判断得られるとは限らないような結論の予測が困難なケースについてですね、仲裁というのが裁判を回避して、その仲裁というのが非常に向いているというふうに一般的に言われています。で日本では、まあ、このようにそのメリットが多いんですけれども、残念ながらですね、日本では国際仲裁の件数は非常に少ないのが現状です。でその要因としましてはですね、今先ほど その言語障壁といったこともございますし、まあ、従前はですね、仲裁の審問、まあ、手続きに適した便利な施設もなかったということがございます。また一般的に国際仲裁に対する認知度が低いということもございました。でこのようなことで、その国際法務を扱う弁護士の中では、かねてよりですね、この状況をです、日本の国際仲裁があんまり使われてないという現状、憂える声というのが非常に大きくございまして、日弁連等からその意見書を出したりと活動してまいりましたところ、2017年9月に内閣官房に
国際仲裁が世界に向けた関係府省連絡会議を設置して、設置が設置されました。そしてですね、このようにあの一般社団法人日本紛争解決センターザイディアリシーが設立され、また昨年の3月に虎ノ門にあのこの紛争解決センターの東京施設がオープンいたしました。次のページをお願いいたします。で、日本では国際仲裁が残念ながらあまり使われないことを何度か申し上げましたが、では海外ではどうなのかというところでございます。こちら見ていただく通り、そのロンドンではコンパンキアファイナンスは昨年3番目に多かった、それから香港の国際仲裁センターでは4番目ということになってます。でこれちょっと2020年のデータを使わせていただきましたが、ちょっとコロナの影響で2020年のデータを使うのが適切かとい う, ちょっと疑問もあります。というのは、例えばこのロンドンの数字では、まず2016年は2位だったんですね。で17年19年は1位、バンキン&ファンネル1位だったんです。ですので、いかにですね、その国際仲裁における金融分野の紛争解決としてその国際仲裁が使われている率が高いかというところを表していると思います。で、シンガポールに関してはですね、この1から5個別の分野としてここに挙げられなかったんですけれども、アダースのところに入っています。でということは、シンガポールは金融分野はそれほど比率としては多くないのかなというふうに思います。そしてですね、香港というのは今ちょっと使いづらい状況になってますので、金融に限らずですね。ですので、私としてはこの香港でこの数字をですね、東京の方に持ってこれればいいのではないかなと思っております。すみません、次のページ、他にもちょっとコメントさせていただきたいことあったんですけど、時間がすみません増加していると思うので、ここで、はい、以上で結構です。あとご参照していただければと思います。以上です。また後でちょっと資料で、質問などがあれば伺いたいと思います。ありがとうございました。それではですね、続きまして、タスカ委員お願いをいたします。タスカ委員、マイクをオンにしていただけますでしょうか。Hello, can you hear me now? はい、聞こえております。Yes?Thank you very much. Sorry about that. I've only got a couple of points to make, but they relate a little bit to what we were talking about earlier, the international schools and the arbitration that we were talking about now, the most recently. So these are...some numbers that I got from Hong Kong. You may have seen this. It's perhaps a little bit sensitive, but I think we should look at it. Earlier this month, the American Chamber of Commerce in Hong Kong did a survey, and The survey did not have a high response. About 24% of the members of the American Chamber of Commerce answered the questions. Of these, 40% said they were considering leaving Hong Kong. So that's... The American business community in Hong Kong. And there are a variety of reasons that were given. But one of them was, in fact, concerns about the schooling and education. As you probably know, in the ordinary schools in Hong Kong now,
there is a move to encourage patriotic education. And that is quite different from the kind of education that was available in the schools before. At the moment, it does not apply to international schools, but there are concerns that that could happen at any time. So that was one consideration. And again, this is a very sensitive topic, so I apologize in advance, but this is from the article on Bloomberg that I have before me now. And one of the respondents to this survey in Hong Kong said that there was a lesser tolerance in Hong Kong to non-ethnic Chinese, and particularly Caucasians. So as a result of that, there was a feeling amongst the business community in Hong Kong that they're not as welcome as they used to be. At the same time, China is making some very important financial deals with American companies. Most recently, we have seen Goldman Sachs and BlackRock get licenses for wealth management, fund management in China itself, with local partners, of course. But this is considered the Chinese wealth management industry, private wealth management for individuals and families, is considered to be the most important and exciting market of its kind in the world. So you've got Hong Kong with some problems for Hong Kong, and you've got these big moves with American financial companies, which may not need Hong Kong. They may be able to do their business with their partners in mainland China. That's not clear yet. Anyway, I thought I'd share that with you because it's just to remind us that Tokyo is still a very interesting destination for overseas businessmen. And actually, in this article, there were three rivals to Hong Kong, which are mentioned. Obviously, there is Singapore, which is very strong, but also Tokyo, Taipei, and Thailand. So that is what were mentioned in that survey. So that's just some material to make us realize that this is a very long story, and it's going to go on for many, many years to come. So I think I'd like to stop there and hand on to the next speaker. Thank you. はい、田塚さん、Thank you very much. 大変興味深いお話ありがとうございました。続けたいと思います。中条院、それでお願いいたします。はい、中条でございます。資料のお投影をお願いいたします。はい、次のページをお願いいたします。はい、いろいろこう大変な作業をして、資料を作っていただいているんですけれども、私から数点申し上げたいと思います。一つはその FTCT の位置づけでございます。で、私自身もその FTCT の位置づけであるとか、あるいはビジネスコンシェルジュ東京都、これが
どういうふうな役割分担でやっていくのかというのを十分に承知をしていない中で申し上げるんですけれども、まあ、一般論としてですね、誘致をする機関というのはある程度そのマンデートとか情報とかですね、戦略というものを一つの機関の中で持ってやっていかなきゃいけないということだと思います。まあ、企業の蓄積もありますし人脈もありますし、それからその様々なその情報提供するため その蓄積みたいなのもあるわけですけれども、仮にそのフィンテックさん東京さんがですね、誘致に、もう誘致活動に乗り出すということであれば、ある種その誘致主体としての明確なお墨付きとかですね、マンデートというものがある方がよろしいのかということを感じましたので、ここにこういうふうに記載をさせていただいております。で、2つ目が英語化対応でございますが、ここにあるようにですね、これも過去もう何十年もそうなんですけれども、日本の投資環境について何がコンサーンなんですか、課題なんですかということを外国の企業さんに聞きますと、必ず人材というのが一番頭にくるわけです。で、もちろん英語化というのもあるんですけれども、そのかつてはそうですね、その英語がしゃべれてセールスができて、まあ、経営もできる人っていうのがなかなかたくさんいらっしゃらなかったということでありますけれども、今はそういう方はたくさんいらっしゃいますし、また留学生であるとかですね、そういった人材の、まあ人材がたくさんの人材が取れるようになってきてるんですけれども、いかにせんその人材がなかなか流動化してないとか、まあ、ヘッドハンティングやその人材会社っていうのは今盛んではありますけれども、こういったその人材層にうまくアプローチできてないようなところがまだまだあるんだろうなということであります。人材確保さえできればですね、ある程度その英語化というものもですね、解決できる問題ではありますので、英語化の対応はもちろん やっていかなきゃいけないんですけども、それに加えて人材の点もですね、重要だということを申し上げたいと思います。それからちょっとこの情報発信に行く前にワンストップセンターの話がございましたので、これ簡単に申し上げますと、JETRO が始めたのがこれ実は20年ぐらい前の話なんですけれども、当時はその窓口というものがですね、役所の窓口が全部分かれてたんですね。登記は今でもそうですけれども、登記は法務省であるとか、ビザも法務省ですけど入管であるとかですね、税は例えば東京都であれば都税は都、国税は国、まあ、こんなような、で労働の関係は厚生労働省の出先と、で、まあ、ここを、まあ、解決、その当時は20年前できなかったので、解決するために、担当者を置きますと、JETRO の中にですね、でこの人間を使って、あるいはうちがリテインをする会計士さんや弁護士さん、司法書士さんがさまざまな手続きをしてくれるということで、まあ、物理的なワンストップができない代わりにその代理人みたいなものを置いてワンストップを置いたわけですけれども、ここのブレイクスルーをされたのが東京都のトスベックでございました。まあ、ただ今さまざま特区制度とかいろいろ使っておられますけれども、引き続きその受付だけはできるけれども、そこから実際の手続きはそこから例えば登記局に、法務局に送致をしないと登記の手数が取れないというような状況がまだございます。でこれについて国の方もですね、ある程度というか十分にそれは認識をされておりましてですね、今さまざまな形で そのオンラインを通じた手続きのができるようなこと、しかもそれが多言語でできるようなように今取り組みが加速しております。でここについてはおそらく数年のうちにですね、相当改善がされるのではないかというふうに考えておりますが、引き続き我々としてもウォッチをしていきたいと思います。それから情報発信ですが、ちょっとこれまた次のページをに行っていただきたいと思うんですけれども、これは投資がどういうふうになっていくかって簡単に自分の頭の整理をするために作ったものでございまして、こんなの分かってるっていうのは当たり前だというふうにおっしゃるからかもしれませんけれども、情報の内容とそれからごめんなさい、情報はですね、
いろいろその企業の中のいろんな検討のフェーズによっていろいろ変わってくるということでございます。まずは誰かが発意をしないといけない。でこの発意があった後にですね、じゃあその投資行動拠点の設立についてスタディしなさいと言った時に、それを命ぜられた担当の方部局がですね、さまざまなデータを持ってきて、いろいろなその土地とベンチマークをしながら、東京にしようかシンガポールにしようかということをまあ考えていくわけでございます。でここでの情報というのはまず一つ非常に大事な話ではあります。それから実際のその計画が作成されて、コストだ予算だどれだけの人員がいるんだっていう、そういうことになってくると、これはまたインセンティブであるとかですね、拠点設立にかかるコストの計算とか、そういった情報になってきますし、で実際にその設立だっていう時には、今度設立手続きにおけるそのため の, その情報提供であるとか、ワンストップ支援ということになるわけであります。で申し上げたいのはですね、この一番上のこの黄色にあるように、まずそのどういうふうにそのこの企業さんがその拠点の設立あるいは移転をですね、発意をするような情報をまずは十分に準備をしていかなきゃいけないということだと思います。もうすでにさまざまな委員の方であるとか、東京都 の, 方からもご提案いただいてますけれども、市場としての魅力とかですね、認識を高めるようなもの、それからビジネスリソース、人なのか市場というか人なのか、それかその他のですね、東京に物を置くことによっての、リソースが得られるというようなもの、まあ、技術だったりパートナーだったりすることもあるかもしれません。それからごめんなさい、一つ飛ばして、報道であるとか有識者発言、先ほど石川先生口コミという、ごめんなさい、加藤先生が口コミということをおっしゃってましたけれども、気づきのようなものがですね、なされること、それからトップセールスがあれば、それはその行動が喚起される。あとこれ結構大きいんですけど、ライバルの動きってのがありましてですね、人が出たからうちも考えなきゃっていうのは結構あるんです。でこういう意味ではそのケーススタディっていうのも結構大事になってくるということであります。すみません、ちょっと戻っていただきまして、ページをですね、従いまして、そのさまざまなそういったプレスの招聘とかですね、それからその有力者、金融関係の有力者とか有識者にその魅力を語ってもらうというような、まあ、いわゆる証言をしてもらうとか、あるいは国際会議の誘致など、まあ、いろんなその手段を持って、まずはその気づきの部分ですね、企業行動を発意するところを重点的にやっていかれたらいいんじゃないかということでございます。それに関連しましてですね、日本の ACCJ が今この金融部会が日本をファイナンシャルセンター、世界のファイナンシャルセンターにしていくための提言というのを準備されておりまして、これ東京都さんの方にももうすでに説明をされたということでございます。リリースはもう少し先になるようなんですけれども、非常にコンプレヘンシブに提案をされております。今回このフォーラムでも議論されているようなものが一つかなり入っておりますけれども、一つちょっと気になったのがですね、やはりこの提言の中の一つで、そのグローバルな金融のプレイヤーですね、こうした人たちを集めたですね、公的なフォーラムを立ち上げるべきというのがございます。まあ、要はユーザーの意見をよく聞いてですね、それを反映されるようなフォーラムを、まあ、これはここでは国って書いてあるんですけれども、こういったものを都としても作っていかれるということも一案ではないかということでございます。それから最後に KPI ですけれども、これは計測可能性のある指標を活用するというふうにあった資料にはございましたけれども、まあ、こういうやり方もあるということなんですけれども、まあ、例えば IMD とかですね、世銀の EM、Ease of Doing Business とか、こういったものについては、いわゆる統計的な手法のほかにですね、実際のユーザーであるとか、プレイヤーにインタビューをした結果の証言であるとか、そういったものですね、それからその満足度みたいなやつ、それからこれが
変わったか変わってないかとか、よく、あ、ごめんなさい、良くなったか悪くなったかとかですね、そういうものを使って定期定点でですね、調査を行うところで、ある程度その課題が、その課題の進捗状況についてですね、観察できるような指標が作れるかなということで挙げさせていただきました。すいません、長くなりましたが以上でございます。はい、ありがとうございました。中条委員、それでは次に山岡委員お願いいたします。はい、ありがとうございます。まずですね、先ほど鈴木委員がおっしゃった国際仲裁の話は大変興味深く拝聴しました。私のですね、経験からしても、例えば金融の世界ではマスターアグリーメントなるものがよく使われるわけでありますけれども、こうしたマスターアグリーメントには往々にして裁判管轄と準拠法についてはニューヨークないしはロンドンというか自動的に書いてあって、これをほぼそのまま受け入れているというのが実情だったわけであります。いろんなですね、国際組織を誘致しようという動きっていうのはこれまでもいろいろあったわけですけれども、これを誘致すべきだという誰もが目をつけるような機関というのは、どの国も自分の国に誘致をしたいということになって、相当トップレベルのところまで交渉に出ていって、そこでは引っ張り合うという構図があったということであります。ですので、国際仲裁、これが重要ということであれば、やっぱりそれなりの体制を作って誘致していかなければいけないだろうというふうに思いますし、例えば先ほど申し上げたロンドンとニューヨークの例でも、裁判管轄準拠法がロンドン、ニューヨークであるから、金融法ロイヤーがこれらの都市に集まって、たくさんロイヤーがいるので、やはりここは裁判管轄準拠法をニューヨーク、ロンドンにしないとというようなことでですね、やっぱりそれはある種プラスの循環というのが働いてしまって、彼らの、やっぱりロイヤーの層が厚くなるということがあろうかというふうに感じます。なので、おっしゃられた国際仲裁の話っていうのは一つ重要な話というふうに拝聴しました。その上で本日のテーマであります、まずですね、 FCT の位置づけということでありますけれども、これは私事務局の方々の、これはご説明で基本的によろしいかとは思います。その上で申し上げたいのは、やはりシティオブロンドン、ロンドンシティオブロンドンですとか、パリのユーロプラス、このように、行政とはいや違う形で別途そういう特殊な組織を立ち上げていくというのは、歴史の知恵といいますか、どの国もこういうことをやる国が多いというのはある種歴史の知恵なんだろうと思います。おそらく、行政としては、金融市場振興だけをマンデートにするわけにはいかないと、一方で金融市場の振興ということが中央銀行のマンデートか、あるいは金融監督当局のマンデートかいうと、そうストレートではないということで、こういう、エンティティを作っていくというのは歴史の知恵なのかなと思います。それと同時に、こういうエンティティに関しては、行政の組織が徹底的に協力をする、中央銀行も、規制監督当局も協力をするという構図があって、それによってこれらのところが大きくなっているワークしているということもあろうかと思います。特にシティオブロンドンのようにですね、何百年もですね、アセットからの運用益があるというそういったところとは違って、 FCT まだこの若い組織でもございますし、これはやはり行政として、リソース面からも徹底的にサポートをしていくということがやはり必要だろうというふうに思います。その上でこの資料ですけれども、一つ一つページを送っていただいて、すいません、これはイングランド銀行の例をちょっと出したものですけれども、私思いますに、やはりこういった FCT のようなところが必要と求められているのは、まずはやはり全体としての戦略の策定だろうと思います。情報発信戦略なども含めたということでありますけれども、結局手足となって働くというだけのリソースを持ち得るわけがないということですので、重要なことは、金融市場の振興のためにどういう戦略が必要なのかという大枠を考えていくということかと思います。そしてこのレポートはですね、バンクオブイングランドがこのチェアマンの方にですね、委託をして作ってもらったわけですけれども、今やっぱり世界の金融市場の争いっていうのは、先行きの社会で起こりうることを想定し、その中で未来の金融センターというのはどういうことが求められるのか、これを考えていくということかと思います。次のスライドお願いします。
このですね、このレポートの中ではこれからの世界がどうなっていくのかということをまず考えているわけです。例えばデジタルシフトの問題ですとかギグエコノミーの問題、ビッグデータの問題、それからやはり当然はローカーボンエコノミー、こういった問題ですね、これから10年起こることを書いた上で、その中で金融には何が求められるのかということを、この場合はバンクオブイングランドに対して提言をする。そしてバンクオブイングランドはこの中でこれはこういうふうにできますよということを答えていくという活動が行われているわけであります。私も基本的にはですね、 FCT に求められる分野の重要な部分というのはそういうところがあるんじゃないか、金融市場振興、これからの金融市場振興のためにどういうことが必要なのかということの大きな絵を描いて、その提言を投げかけていく。そして、行政、東京都としてはですね、その提言に対して最大限答えていく。そしてその上で何をすればいいのかということを考えていくということが必要なのかなと思います。で、その上でいくつか、その他のところで出た、トピックについて申し上げたいと思いますけれども、例えば英語化対応、これも、FCT がやる、全てをやるということはこれはやはり無理でありますので、やっぱり英語化のまず方針について提言を行う。その中で具体的にどういったところを英語化していくのがいいのかというのは、むしろ東京都が行政の過程でいろいろな情報を持っておられるしツールも持っておられるので、それを最大限生かしてその問題意識に応えていくということかなと思います。まあ、例えばパッと思いつくこととしては、外国から来られた方が東京で暮らしていく上で、まあ、必要なアプリ、これがどれくらい英語で便利なものができていて、ユーザーエクスペリエンスが優れたものができていて、そこに例えば外国の方々の欲しい情報が載ってるかどうか、例えば外国の方の心配の一つは地震が来たらどこにどう避難すればいいのかと、そういった情報がアプリで英語で分かるかどうか、そういったようなこともポイントになると思いますし、そういう全体の方針の中で具体的な施策、この方向についてはやはり行政だからこそ分かるということがありますので、そういった形で、全体の方針と政策との整合性を取っていくということが必要かなと思います。それから、金融教育の分野につきましても、やはりこの教育の中で今の金融が与えられている役割というのはやっぱり相当多様化しているということかと思います。例えばマネロン対応、こういったこともですね、かつては考えられなかった犯罪の抑止に対して金融サイドからアプローチをするということかと思いますし、 ESG 金融というのも、これも地球環境の、これは持続可能性、こういったものに金融の面からアプローチしていく。で、金融はやっぱりこれまでのリスクとリターンの世界だけではなくて、よりやはり進んだといいますか、発展した役割を求められているということかと思います。したがってやはり教育という観点からも、やはり犯罪の問題ですとか持続可能性の問題、こういったような、では東京都がインシジを取っていただいて、その中で金融という面からこの FCT がこれ加わっていく、そういう形があり得るのかなというふうに思います。このようにやっぱり FCT と東京というのは非常に協力分野も多いと思いますし、やはり積極的な協力が求められていく。例えば情報発信にしても、 FCT が情報発信の戦略を立てて、この例えばカンファレンスと企画して、そこに例えば東京都の方々が積極的に参加をしていくとか、場所を提供するとか、ネットワーキングをそこで行うとか、そういった形での協力関係を築いていくということが重要ではないかというふうに考えます。以上でございます。はい、山川さんありがとうございました。それでは次です。事務局からご案内申し上げます。ただいまの小池知事が到着いたしましたので、ご報告申し上げます。はい、それでは知事から一言いただけますか、このタイミングで。はい、本日もお忙しいところ、この国際金融都市東京構想第4回となります有識者懇談会へのご参加、誠にありがとうございます。大変遅れまして恐縮でございます。もうすでに活発なご議論が行われているところ、恐縮、途中からの参加で誠に申し訳ありません。それからもう一言付け加える必要がありますのは、すでに皆様ご承知かと思います、5月先月
5月25日に英国シティの元ロードメイヤーのロジャー・ギフォード卿がですねご逝去なされました。ギフォード卿にはですねこの構想の策定に際しまして有識者懇談会委員としてご参画を賜ってまいりましたし、またグリーンファイナンスの振興に関してもさまざまな知見をですね提供していただいた方でございます。これまでのご貢献に深く感謝を申し上げ心からの哀悼の意を表したいと存じます。そして3月に懇談会を開始3月の懇談会の時はアウトバウンドとデジタライゼーションという論点で皆様貴重なご意見をいただいたところでございますけれども、本当に今の世界の動きというのは目まぐるしいものがございます。特に国際金融をめぐる環境についてはこの3月と4月5月この2ヶ月間だけでもですね激しい動きだと思います。世界的な法人税率の引き下げ競争を防止するということでアメリカイエレン財務長官がですね最低税率の導入を提唱したり、また4月の下旬にはアメリカが主導して気候変動サミットが開催をされ、まあ、脱炭素に向けた世界の潮流を一層加速してもう後戻りできない、昨日のエクソンモービルとかそれからロイヤルダッチシェルなどの動きなどもですねさらにこの加速を金融の面からさらに後押しをしているという、まあ何て言うんでしょうかね、文明の潮流が変わりそうなそんな今タイミングなのではないかとも感じたり、またとはいえドシッとしているところは引き続き重要な役割を果たすんだと、この大きな流れと変わらぬ柱とこの辺をですねよく見ながら今後の金融の企業の誘致であるとか成長戦略などこれらに対してのインパクトをよく考えていく必要があると思います。まあ、こうした激しい環境の変化に適切かつ迅速に対応する、そして世界に冠たる国際金融都市としての東京の地位の確立ということだとそれに他ならないと思います。で東京都として金融庁に監修していただいてこの度金融ライセンスと登録手続きに関する英語のこれですね、これで、はい、解説書をですね改訂をいたしました。東京の魅力誘致のサポート体制に関する記述も充実をさせておりますし、また新たにフィンテック企業に関してのライセンスについても記載を付け加えております。でこの解説書を活用しながら金融系の外国企業の東京進出をしっかり支援をしてまいりたいと考えております。また今もお話にありましたようにどう発信をしていくかということは極めて重要であります。いろいろとこの言語の問題もございますし、その伝え方の問題もあろうかと思います。そこをいろいろと工夫しながらですね皆様方のこの活発なご議論、国際金融都市東京の実現に向けた構想を書いて総合的に進めてこそだと思っておりますので、この本日途中からで恐縮ですけれども引き続きのご議論をよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。はい、小池知事ありがとうございました。それでは、宮坂副知事お願いできますでしょうか。はい、本日も非常に活発な多方面からあたるご議論ありがとうございました。都の動きの方としてちょっと関係のある話をちょっとインフォメーションとしてお伝えしておくと、先ほどフィンテックのですね、誘致とかいう話がいくつか出てきたと思うんですけど、東京都はですね構造改革新都政っていうのを取り組んでいるんですけど、スタートアップをもっともっとこう盛り上げる、世界のスタートアップを魅了するようなそういう街になっていこうっていう方針を掲げて今いろんな取り組みをしています。
先ほどジェトロさんの方からの縦割りでって話がちょっとありましたけど、まあ、スタートアップもちょっとそうなりかかってるとか正直ありまして、まあ、フィンテックを支援するチーム、それから新しいこうグリーンなテクノロジーを支援するチーム、まあ、それ以外のこう一般的なこうあのベンチャー企業をサポートするチームという形でこう、まあ、どうしても部局ごとに、新しいスタートアップを作っていこうっていう動きもありますんで、まあ、ぜひそういったものもこうトータルでパッケージングしながらですね、スタートアップをしっかり盛り立っていく東京、そしてフィンテックもやるぞみたいな感じで、パッケージしていきたいと思いますので、適宜他の動きなんかもこの場なんかを使ったり直接皆さんの方に情報提供させてもらいたいと思います。ぜひ一緒によろしくお願いします。はい、ありがとうございました。まあ、皆さんからの意見どうもありがとうございました。今日の議論の中で何人かの委員から FCT の役割についての言及がございましたので、私の方からもですね、若干コメントさせていただきたいと思います。FCT の会長の立場としてお話をさせていただきたいと思いますが、FCT 発足以来なんですが、対外プロモーションですかとか、あるいは今日東京都の資料にありましたけれども、金融センターの構想の実現に向けまして、民間の金融関係者の方々の知見を結集して、中立的それから客観的な立場から政策提言を行ってきたところであります。でこの結果、まあ、従来はなかなかこうアンタッチャブルと思われたような税制改正ですとか、高度外国人材の在留資格要件の緩和などですね、率直に申し上げて、まあ、想定していた以上の成果を得ることができたのではないかなと思います。まあ、こうしたその活動の成果を踏まえましてですね、 FCT の役割というのは東京都の説明にもありましたけれども、まあ、民間の知見とノウハウを生かして貢献する、東京都と共同するパートナーと、こういう位置づけで基本的に良いかと思います。この位置づけの下で私たちとしてはですね、まあ、今後はその受け身だけではなくて、まあ、東京進出の候補となるような先へ直接働きかけていくこともやっていきたいと思ってます。今日はですね、こう当面の課題として私たちが認識している2点、今日のお話とも関係する2点を指摘をさせていただきたいと思います。一つはグリーンボンド市場の整備であります。でグリーンボンドはですね、まあ、我々のビジョンとしては、まあ、これはグリーンへの移行ですとか、あるいはその技術開発に要するようなその資金も調達する手段として位置づけることが必要かなと思ってます。それからですね、今後のその企業のニーズを踏まえますと、ドル資金を簡便に調達できるというその意味でですね、外貨建ての国内債の市場も拡充も望ましいかなと思ってます。でそのためにはですね、認証制度、それからまあ投資家にとってこう一覧性のあるプラットフォームの構築、インデックスの開発、決済制度の整備、まあ、様々なインフラの整備が必要になります。ですから FCT としてはですね、国は民間の知見を結集しながらインフラ整備をこの政府の仕事ですので、政府に働きかけまして、東京都のグリーンファイナンスイニシアチブ、これを側面支援していきたいと思っております。まあ、東京都におかれましてはですね、引き続き、まあ、自らがグリーンボンドの発行主体となって呼び水効果を発揮するとともにですね、多くの企業の潜在的な発行ニーズを引き出す、助成措置などをご検討いただければありがたいと思います。第2点はですね、今日のテーマでもありました英文開示の支援であります。東京都の、19ページだったと思いますが、上場会社のうちですね、英文開示を実施している企業の数の割合というのは非常にまだ小さいですね。で私たちも推計してみますとですね、これほど ESG の重要性が謳われるようになっているにもかかわらず、ESG の開示などこの非財務情報を含んだ、統合レポートを英語で作成している企業の数は、上場企業の全上場企業の 12% に過ぎません。おそらく中小企業になりますとその割合もっともっと下がるだろうと思います。ですから力があっても英文発信ができないばかりに海外の投資家の目に留まらないで、企業価値が低いまま埋没しているような企業も多いと思われます。で、この面でも東京都がですね、文字通りこの隠れた原石を、まあ、例えば金融庁などのメカニズムで発掘をして、コンサル企業による英文開示資料の作成費を補助する、そういったことなどの措置を検討いただければありがたいと思います。私からは以上でございます。
ということでですね、そろそろ時間になって、しまっておりますけれども、知事、改めて何かございますでしょうか。はい、ありがとうございます。今のご指摘、非常に重要かと思います。もう世の中もう潮流がですねできてしまっているわけですね。どうしてその何て言うでしょうか、日本の環境技術などをもってしてゲームチェンジャーにのリーダーができないものかなともどかしい思いもいたしますし、まあ、例えばこのエネルギーですよね、環境の際にまず根本的な問題となるのは、このエネルギー計画が 3.11 という重大な事故があったりしたこともございますけれども、どうもこのエネルギー安全保障という言葉も聞かれなくなったし、この辺の国家としてのですね一番のベースになるところをしっかりまとめる、そしてその逆に都としてこの国がそういったベースをこれからプラットフォームとかインデックスとか、それから先ほどの認証の基準であるとか、そういったところをですね一緒に作っていくぐらいのことをしないと、まずもうなんていうんですか、スピード感と戦略だと改めて思います。でそのことをきちんと外にも知らしめていくという、一番最後、私途中から来たものですいません、出席したものですいません、先ほど の中小企業親ということで情報開示、英文による情報開示が進んでないことなどは本当に宝物、原石が埋もれたままになっているのはこれは不作為としか言いようがないと思いますので、そういう意味ではいろんなフィンシティとしてその様々なサポートをお願いをしたいと思いますし、それをまた東京都としてサポートしていく必要があると改めて感じたところでございます。本当にいつもありがとうございます。FCT の位置づけ、役割分担ということ、それからその他の分野、また KPI の考え方についてのご議論でございました。本当にありがとうございます。今日本にとって本当に重要な時期だと思いますし、我が国にとりましての宝物、さまざまな資産、これをどう生かすかということの懇談会、これを生かし方の懇談会であったと、ただ金融だけではない、もう総合的に考えて、そういう意味では本当に貴重なご意見を賜りました。ありがとうございます。これからも引き続き頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。我々としても皆様 のご支援とご協力いただきながら頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではちょうど時間になりましたので、このあたりで本日の懇談会を終了いたしたいと思います。この後事務局から連絡事項があります。お願いいたします。皆様本日も長時間にわたり誠にありがとうございました。中里座長の円滑な議事進行に御礼申し上げます。何点か事務的なご連絡を申し上げます。本日の議事録につきましては皆様に後日送付をいたしますのでお手数をおかけしますが、内容のご確認をお願いいたします。議事録につきましては内容確定後、日本語版と英語版を東京都のホームページに掲載予定でございます。最後に次回第5回の懇談会の開催につきましては6月下旬を予定しておりますが、具体的な日程につきましては追って皆様にご連絡させていただきます。事務局からの説明は以上でございます。本日は誠にありがとうございました。はい、皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でございました。